タワマンがさ、はい、中国人タワマン爆売り不動産大暴落が始まるって、一時タワマンがバンバンね、そう爆買いされてましたからね。当時の後タワマンが爆買いしてたんだけど、はい、今もう爆売りになってるらしいですよ、はい、どんどんって、うん、販売当初には1000近い部屋を売り切れるのかと業界関係者の間で、ささかいていたマンションでもですね、はい、もう売りにどんどん出てるとかね、うんうん、しかしもう買い手がなかなかつかない、はい、中国人は来る時も早いですけど、うん、売りになっても早いですからね。そう、ここは投資目的のこれでこうっていうところ、はい、ここですね、豊洲エリアに持つ高級タワーマンション、これはですね、うん、そうここは投資目的の中国マネーが約3割ほど入る人気物件だった、うん、それが今では30件以上の大量の売りが出るバック売りタワーマンと化しています、うん、あまりに売りが殺到して月に1件ほどしか制約しない、うん、投資目的の中国人からすれば坪単価300万円弱で十分に儲けが出るので、その分水準で売れるうちに売ってしまおうという動きが加速しているんです。沿岸エリアのタワマン事情に詳しい不動産コンサルタントによれば、最近では中国人による即売りという新現象も急増している。即売りとは何かといえば、中国人が数年前にこぞって買ったタワマンがここへ来て竣工ラッシュと出来上がってきたと、はい、買ったら引き渡しが行われる物件が大量に出ている中で、引き渡し直後に即座に転売に出す、うん、中国人投資家が大量に購入したあるタワマンでは、引き渡しが行われた直後に100件近い即売りが出たと話題です。引き渡し前に手付金を放棄して解約するケースも出てきた、うん、湾岸エリアのタワーマンションは東京オリンピックの効果もあって絶好調、中国人が海外マネーの買いも旺盛なので、まだまだ価格は上がっていく、そんな景気のいい話が今多くのメディアで流されていれば、それとは正反対の異常事態が水面下で起き始めている、はい、なぜなんだと、うん、日本のメディアは報じませんが、そもそも中国人によるタワーマン爆買いはすでに1年前に終わっていた、うん、中国本土では常識です。本当ですか、ね、中国本土事情に詳しいジャーナリストの姫田小夏さん、なぜかといえば日本のタワマンは利回りが落ちて投資妙味がないと気づかれてきたから、うん、はい、まず賃貸に出そうにもすでに事実上が飽和していて家賃の高騰は望めない、はい、次に民泊に出す動きが活発化してから、日本では民泊を嫌がった管理組合が規約で民泊を禁止するようになってきた。そうですね、それなら日本のタワマン価格がまだ高いうちに売って、もっと投資効率のいい国に投資しようと、うん、実際今中国人の間で中国本土での不動産が見直されている、うん、中国の不動産市場はバブルと言われたが、上海や北京では今も上昇を続けているところもあり、うん、上海の物件であっという間に1億円の利益を出したという景気のいい話も聞こえてくる、うん、で中国人の間では東南アジアや欧州に投資する動きも活発化、ロンドンで10億円を超す豪邸投資がブームになったり、東南アジアの1000万円クラスの物件も現物を見ずにスマホサイトを通じて爆買いするのが人気化していると、うん、そもそも日本の不動産の爆買いが盛り上がったのは1元20円ほどの円安円高が進んだから。なのに昨年くらいから1元15、16円の円高減安が、進展したことで投資妙味がなくなり、うん、日本の不動産を買うどころかいつ売り抜けるかに関心が集まっている、はい、こういうんだけど、なるほど、うん、トリガーとなるのが5年ルールといわれる日本の不動産税制、はい、日本では不動産の取得から5年以内に売却した場合、売却益に対して 39% の高税率がかけられる。一方5年を超えればこれが 20% に下がると。中国人による爆買いはアベノミクスが始まった12年末からなので、この年末がその5年目に当たると。でここで一気に売り出したと。そうです、ね、税金が安くなった、はい、半分ぐらいになっちゃうと、はい、こういうことなんだね。湾岸エリアのタワマンは今は坪単価300万円ほどのところでも数年以内に100万円まで落ちてもおかしくない、うん、恐ろしいのは一度値崩れが始まるとそれが大きな売りとなって売りの連鎖につながっていくことです。まず中古マンションで値下がりが始まれば、次に新築マンションの市場も価格を下げざるを得なくなり、投げ売りが始まってもおかしくないと。ちょっと縁遠い話ですけどね。そうですね、はい、いやでもリートが下がってきてるみたいなんで、うん、これはもう嘘じゃないっていうか、うん、まあそうなんですよね、結構そういうところなんでしょう、うんうん、ただまだ月に一気にその投資目的の中古人からすれば坪単価300万円弱で十分に儲けが出るので、うんうん、その水準で売れるうちに、だからまだ利益が出てるってことは、うんうん、元本切ってないってことですから、うんうんうん、全然まだむしろまだいけてたんだっていうのがそうあれですね。あで結局Airbnb とか民泊で貸そうと思ってた分が、うんうんうん、日本の法律が厳しくて回すこともできないし、うんうん、でそういう俺もしないですね、そう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 のもあってっていうことだと思うんですよね。もうこれ金利が上がればもう一気に
死亡しますね、うん、本当にいろんな問題が出てくると思うんですけど、ちょっともしこの状態が本当に本格化したらアベノミクスは危ないですね、うん、あ結局株と土地ですから、うん、経済っていうのは、うん、この2つが上がらないことには、うん、資産価値っていうのは上がらないわけですから、うん、土地が下がりだしたら絶対株にも影響しますしね、うんはい、問題になると思います。